さあやっていきましょうかね。ふわー眠い。あ、いきなりイベントが始まるのね。寒いけど眠い、相当眠いってことか。寒いから眠いではなくてか。目の前をテレテレ歩いてるのはミヤじゃないか。テレテレってなんだ。眠気覚ましに僕の分の卵焼きを勝手に食った罰を与えてるか。あ、ここね。今だ、誰だ。何何怖い。いや、可愛いんだよな可愛いなぁ。愛も変わらず。もう何してるのよ。また前にいるあの青いマフラー着てる男の子、前の女子の太ももが見してるな。あれ完全に当たり前でしょ。変質者かと思ったよ。変質者って言いにくいよねうん、そう言われると確かにそんな気がしてくる。朝でもいると思うけどね。だいぶ多分暖かくなってきてから。さすがお兄ちゃんって違うでしょ。なんでこんな子供っぽいことするの。いいノリツッコミだ。いやね、子供っぽいって言われた間違いないな。卵焼きの敵だ。とぼけてもまださ、朝食の卵焼きで僕の分も食べただろう。何のことかな。今なんか上から赤い幕降りてこなかった。その頬の赤らめみたいなのが上からグイーンみたいなミスかな。朝からそんなに食える。切れ端しか残ってなかった卵焼き、あれは僕の分の味だ。ミヤ、一切れは残しておいたよ、うん、ちゃんと一切れだけ残ってます、ね、なんだ驚かせないでよ。これで犯人が分かったっていうね。しまった。まあバカなところも可愛いよね。なんかマフラーめっちゃいい素材使ってそう。なんか前の男の子がつけてるマフラーは100均って感じするけど、なんかミヤがつけてるのはなんか3万とかしそうじゃない。まいったよお兄ちゃん、まさかそんなせこいことをしてくるなんて。でもいいけど家の作り結構古いな。あ、やっぱさ雪国だから上に積もりすぎないような感じなのかな。どこなんだろう本当に。調べてくるの忘れちゃった。どこモチーフなんだろうね、ここ。ニーニーって呼ぶな、つってね。おはよう。ニーニー。うん。え？森島先輩。かわいい彼女ね。そうだね、ここでちゃんと覚えてもらってるから、ここのイベントっていう感じだね。え？妹さんだったの？この妹のさ、反応的にお兄ちゃんのこと好きなんじゃねえのって思っちゃうけどね。そうでもねえか。やっぱり森島先輩美人だよな。すごいセンスのない黒い手袋以外は似てないかも。あ、ごめんなさい、悪い意味じゃなくてね。可愛いな森島先輩相変わらず。こないにもカチューシャが似合う高校生っていますか。奥の女の子の太もも素敵ですね。なんかピッチリしすぎじゃない靴下。もうちょっと作画に力入れてほしかったですね。あ、紹介してほしいな。お、うん、妹のミヤです。ミヤこちらは知ってる。3の A の森島先輩ですよね。うん、わお、知っててくれたんだ、嬉しいな。よろしくねミヤちゃん。いや、森島ルートやってる方からしたらわかると思うんですけど、ここミヤめちゃくちゃ機嫌悪いんですけど、後に仲良くなるから、その仲良くなったところを見てほしいです。できれば。もう行く。いやらしい意味じゃないですよ。なんだよ、急に。どうした俺。嫌われちゃったかな。まあね、あんだけデレデレしてる、それお兄ちゃんが目の前におったら嫌ですよね。後できつく言っておきます。ダメよ。そんなことをしたらますます嫌われちゃうと思うし。それな、森島先輩的にも。もしかしたらなんだけど、うん、ミヤちゃん焼き餅焼いてるんじゃないかな。焼いてると思う。てか周りの男の子めっちゃひそひそ言ってるだろうな。これ絶対にひそひそしてる、うん、大好きなお兄ちゃんがよく知らない女の人と仲良くするのが嫌なんだと。森島先輩美人ですね。だから君が私をかばって怒ったりしたら。確かにな、森島先輩可愛いっすね。どうして？ああ、そ
それは乙女心が分かってないな。そうなんですね。もう主人公がごめんなさいね。可愛いですね。もう森島先輩ね。そうでしょうか。そうね。可愛いですね。森島先輩ね。妹さん可愛いわ。まあ名前的にももう完全に猫ですよね。あ、全くもって同意です。森島先輩、僕もあんな妹が欲しかったです。もうね、たまーにね、こうあれがコントローラーがね動かなくなるんですよね。わかんないですけど、男兄弟ばっかり、しかも可愛くないのに。森島先輩の男兄弟ってイケメンなんじゃねえかなって思っちゃう。いいな、いいな。で、奇跡的に森島先輩だけめちゃくちゃ可愛いっていう可能性もあるけどね。私にくれない？いやミヤあげるんで、森島先輩をあなたにください。あ、森島先輩を僕にください。そうよね。さすがにダメよね。ミヤちゃんみたいな妹と一緒にお買い物行ったり遊び行きたいな。いやわかります、わかります。わかります、めちゃくちゃわかります。僕もミヤと一緒にお買い物に行きたいです。はい。微笑ましくていいですね。ここから森島先輩の一人劇場が始まります。微笑ましい？ああ、いい顔です。微笑ましいか。めちゃくちゃめちゃくちゃいい顔してます、森島先輩。夜は一緒にお風呂に入って洗いっこしちゃったりしてね。いや、そうなんですよね。そうよ、内緒話とかしながらね。そうですよね、内緒話とかねしながら。いやいや、エロい顔してますね、森島先輩今ね。顔赤いわよ。どうしたの？微笑ましい話をしてるだけなのに。いやー、こういうエスっ気なところがある森氏も可愛いです。森島先輩可愛いです。可愛い？いやいや、可愛いな森島先輩です。おつか。あー、森島先輩と一緒に投稿した。すごいな、森氏と一緒に投稿できるなんて。もうね、怖いぐらいに視線を集めたということで。いいじゃないか、目立って。さあ、まあこれで全員にも会って本当なんだな。本当なんですよ。技を出す前に先行でコマンドを入力しておけばいい。あ、そういうことね。モリシーと会ったことかと思った。それで対戦キャラの服が破けるのか。いや、そこかよ。最後はかなり際どいな。何？家庭用のゲームだぞ。僕が投稿してすぐに夢から呼ぶほどの裏技だぞって、ね。よっしゃ、今夜は徹夜だ。全キャラクターをひんむいてやるぜ。こいつらだから彼女できねえんだろうな。あー、奥の女の子の太ももエロいっすね。まんまと乗ってきたな。それが嘘の裏技だとも知らずに。どうした？あ、え、ここでも会えるの？そうだよね、俺初めて見たもん、このイベント。どうも。かわいい。ああ、七咲かわいいね。かわいい。いや、七咲かわいい。かわいいって言っちゃった。なんで下の名前聞くんだ。七咲愛。はい。ゲームセンターで助けてもらったお礼を言おうと思って探してたんです。かわいい。バリクソにかわいくね。本当に助かりましたから。いやー、その表情かわいいです。いやー、かわいい。いやー、別に大したことじゃな。まあ、お礼にね、僕と付き合っていただければいいかなーというふうに思いますよね。お礼のためだけに僕たちを探すのは大変だったでしょう。確かにな。ええ、それほどでも。ゲームセンターにいるため2年生として結構有名でしたから。そんな異名あんの？そんな異名あんの？すごい嫌だな。そこまで言っちゃう、どこが止めたって言うんだ。どこって、たった今も服が破けるとか品目とか話してましたけど。まあまあ、確かにな。わかりました。エッチな格闘ゲームの話ということですね。
あ、これで主人公がいや嘘の噂でみたいな感じでバレてしまうみたいな上からに、そんな感じでしょ。違ったわ。これは一本取られたな。違ったわ。そうだよね、長崎なんであいつらに絡まれたなっていうね。それは俺も聞きたいわ。うん、それはかわいい。実は私あの人たちに嘘のエッチな裏技を教えたんです。ほうほう、うん、それは怒られて当然かもな。うん、いいいや、まあ、それで嘘じゃねえかって逆上する高校生もどうかと思いますけどね。よっぽどだったんでしょうね。うん、まあでも終わったことは仕方ねえし、とりあえず反省でもしとくこったな。あ、じゃあ違うのかな。そうします。うんうんうん。え、先輩どうかしました？顔色が悪いようですけど。なんかさ、モリシーと七崎と綾辻さんってさ、めちゃくちゃこういじってくるよね、主人公。かわいい、めちゃくちゃかわいい。それじゃ私はそろそろ。めちゃくちゃかわいい。わざわざありがとな。え、では失礼します。いや、かわいいな。なんかさ、1年ごとにさ、ぼーっとしてよ。あ、お前まさか奈良崎に恋したのか言うてね。毎年冬に山神やろうかなと思ってるんですけど、一気にやっちゃいそうですよね。うん、分かってるって冗談だよ。うん、かわいい、かわいいちゃいましたイケメンだな。まあ梅原について嘘をバラされなかっただけでもよかったよってね。あ、バレてねえんだ、よかったね。普通バレるけどね、普通ね。強制イベント立方校、あ、絶対会えるんだ。じゃあ今回は、今回はこれで許してあげるけど、次回は分かってるわね。はいはいはい、はい、すみませんでした。どうしよう梅原、宿題忘れたか。仕方ない、こんな日もあるさ。昨日はうちの手伝いでちょっと忙しくな。梅原が忘れ物っていうのは珍しいんだね。結構しっかりしてんだ。どうってことないさ。それより大将、うん、ちょいと質問なんだが、うんうんうん、英語の宿題ってさ、どこまで訳しておくように言われてたっけ。昨日の夜宿題を終えて今日の用意をする途中でトイレに行って、どうした、教科書忘れた。よりによって英語で忘れ物だ、お前ってやつは。あ、英語の先生がめちゃくちゃ厳しいっていうことね。英語の斉藤先生斉藤さんだぞ。みんなやってそう。他のやつに聞くからお前は誰かに教科書借りてこいよ。あ、これでリホコに借りてくるんか。すまんな、じゃあちょっと行ってくる。俺に構わず早く行ってきな。なんなんだこのノリ、熱苦しいやつやな。目からの心配する場合じゃないよね、間違いない。誰に借りたかな、1年の時同じクラスだった金子とか。いや確かあいつのクラスは今日英語の授業がないやつ。おー、そんなこともわかるんだ。ね、桜井、あそこで頭を抱えてるのってかなえちゃん、これそんな馴染みじゃないの。これかなえちゃん。あ、本当だ、どうしたの。かわいい、な、かわいい。あー、かわいい、教科書貸してくれ。唐突だな、もう忘れたのって英語の教科書だったの。通りで慌ててると思った。忘れ物に厳しいっていうのは本当らしいな。あ、後ろの女の子生徒、さっきもいたけど同じところでずっと同じポーズ取ってるのかな、やばいな。分かってもらって嬉しいよ。早いとこ貸してくれると思って嬉しいんだけどな、ね、じゃあ取ってくるよ、ちょっと待ってて。いやー、かわいい、優しい、ありがたい、めちゃくちゃかわいい、そしてかわいい、うん、何もかもかわいい。いや、かなえちゃんもかわいいんだけどね。さなえちゃんだっけ、かなえちゃんだっけ、さなえちゃんだっけ。はあ、助かったやつ、よかったね。いや、かわいいよな、その髪飾りとか。危ないところだった。しかし仲いいよね、あんたと桜井。なんでこの子は恋愛対象に入ってないんですか。幼稚園の年長組から一緒だから昔からこんな感じなんだ。え、そんな昔から。うん、私にはずっと一緒の友達っていないから、
あんたたち見てるとちょっと羨ましいかな。いや、幼稚園の頃からずっと一緒の友達っていうのは確かに俺もいないからな。友達？友達がいないか、まず。そうだよ、桜井みたいないい子そうそういないんだから大切にしなよ。いや、もう本当にそう、もう本当リホコ以上にいい子なんていない、この世に存在しない。リホコ、いや桜井はたまに、桜井、桜井な。お、サンキューな。忘れてんな。桜井、あんたまさか。どうしよう、私も忘れちゃったみたい。かわいい。ごめんね、先生に怒られちゃうよ。わ、ここ主人公じゃだたい。自分よりも主人公の心配をしてくれる桜井さん、僕にください。いや、私らも今日英語あるでしょ、どうすんのよ桜井。だ、伊藤ちゃんに、日向は教科書を借りて、桜井はその梅原に借りればいい。どうしよう。かわいい。よし、私にいい考えがあるわ。かわいいわ。あなたには私が教科書を貸してあげる。ふんふんふん。で、桜井は私の教科書を使えばいいのよ。あ、伊藤ちゃんは別のクラスなんだ。え、でもそれじゃかなえちゃんが。あ、そ、私はあなたが借りてきてくれる梅原くんの教科書を有効活用しちゃうから。あ、ほんほん。あ、そういうことね。あ、やっぱそうだよね、俺の言った通りだよね。うん、そうらしいよ。そうらしいよ。悩むまでもない。それで英語の授業をしのぎれってんなら英語やでっつって。じゃ、教科書取ってくるね。これでかなえちゃんも忘れてたら面白いけどね。二人きり。そういえばリコ、最近部活の方はどうだ。茶道部なんだよね。茶道部は平和なもんですよ。特に変わったこともなくて。あ、先輩がなんか新しい設備を手に入れるとかなんとか。こたつやろ、こたつ。よくわからないんだけど。あ、戻ってきた。はや、おっぱいでか、はい、いや、おっぱいでかくない、かなえちゃんと比べて。あ、ふくよか、むにむにしてそう。いや、もう抱きしめさせてくれませんか、りほこさん。お願いします、本当に。もうお願いします、お願いします、お願いします、お願いします。いいから。それより梅原くんの教科書忘れないでよね、重要なトレードアイテムなんだから。それな、うん、それじゃあまた後でね。かわいい、いや、かわいい。最後まで伊藤ちゃんはすぐ振って振り向くけど、リホコはもうちょっとこうね、あー、かわいい。危ないところだ。リホコにしっかり者の友達がいてよかったよ。にしても梅原の教科書がトレードアイテムに。それってつまりリホコのクラスの誰かが梅原の教科書を使いたがっているってことだよな。誰なんだろう。んー、まあいいか。とにかく教科書を借りられてよかった。どういうこと？ちょっとわかんないですね。僕の拙い頭じゃ何も理解できませんでした。申し訳ない。うん、あ、今からか。すごいな。ボリューミーだな。これ、合うんか、これ。合わないよね。そうでもないの、これ。どうしようかな。じゃあ、リホコ行く？リホコがボート歩いているぞ。ちょっとびっくりさせてやろうかな。多分おかしいよな、こいつ。マジで頭おかしいと思う。なんでちょっと普通に歩いてるだけでさ。この季節の手洗いは辛いぜ。お、あそこにいるのはリホコじゃないか。リホコ。ほっぺ冷たい。かわいい。はい、今日の放送はね、ここまでここまでにね、していきたいと思います。あなたの手すっごく冷たいよ。くそ、かわいいマジで。かわいい。今のため息の息吸いた。それにしてもあなたの手冷たいよね。もしかして手で温めてくれたり。すごいよ、ギネス級だよ。あ、手で温めてもらえるより太ももに挟んで温めてもらえるとちょっと嬉しいんですけどね。それってひょっとして冷え性？まあ冷え性なんでね、ちょっとリホコのほっぺとかさ、首筋とかに手持ってちょっと温めさせてもらってもいいですか。
それかちょっとそのおっぱいで遊んで、ニンニク食べたりごぼう食べたりするといいらしいよ。あ、そうなんだ。へえ、俺もだったらニンニクとごぼう食べようかな。ごぼうをニンニクで和える。ふくらはぎをマッサージとかね。あー、俺腹が邪魔して足まで届かねえな、多分。嫌に詳しいな。お母さんが冷え性なんだ。いや、これはお母さんが冷え性という言い訳を使った主人公が冷え性だっていうことを分かったリホコが夜な夜なね、ちゃんと携帯で調べてくれて、それをこのタイミングだっつって教えてくれた。俺はそうになんだね、リカおばさんって言うんだリホコで リカか。あー、なるほどね。うん、だからうちの夏は冷房禁止で暑くて大変なんだよ。あ、ちゃんとお母さんが冷え性だったみたいです。夏冷房禁止は死ぬな。愛すぎませんか。びっちゃびちゃの桜井を見てたいですね。おお、いいじゃないか主人公。いい、いいね、いいよ君、いいね。あ、来たら太るってことはやっぱおっぱいがでかいからってことなのかな。めちゃくちゃいい体してますね。やばいねこれね。これね、これね、やばくないですかこれね、これね。はい。どうしたの？エロ。だから私はどちらかというと夏よりも冬の方が好きって感じなんだ。そうなんだね。うわ、笑顔がもう飛び級ですわ、これはもう。笑顔がもう飛び級です、これは。もう一気にハーバード大学。冷房の効いてる夏はどうだ。うーん、冬かな。なんでだろうね。スイカもあるしかき氷もあるぞ。好きなんだね。焼きトウモロコシに焼きイカ、ツルツルのそうめんに冷やし中華。うわー、そうめんいいな。夏もいいかな。よだれ出てる、よだれ出てる。舐めさせてもらっていいですか、そのよだれ。海水浴。そうなんだ。え、あ、そうなん？そうなんだよ。だから未だに水泳の授業は補習受けてるの。泳ぐの苦手とか可愛くないですか？僕ね、泳げないことないんですけど、めちゃくちゃ遅いっていう。温水プールのあるキビトに来たのがそもそもの間違いじゃないかって。だってキビのどと。視聴者さんすいません、そろそろ僕が天に召されるらしいです。これはね、可愛すぎますね、これは、これは可愛い、これは可愛い、やばい。あー、進められない。もうこれはもう進められない。これはだってキビのどと。いや、もうこれは可愛い。家から一番近いのはここだから仕方ないよな。かーかー。いやー、寒い。だって日々の音と。いやー、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。マイクの前についてるこの息よけですか？マイクに息がかかるのを防ぐこのなんか息よけみたいなやつに鼻こすりつけてるぐらいマイクに近いんですけど、今もう本当に鼻がヒリヒリしてくるぐらい今こすりつけてるレベルで、今可愛いですね、リョコが。意味がわかりませんね、ごめんなさい。だって日々のどこ。自販機でココアでも飲んで今日は戻ろうとするか。そうしよっか。ちょっと可愛い。じゃあどっちが怒るかじゃんけんで勝負。いやー、かわいい。俺もリホコとじゃんけんしたい。ほっほっほー、悪いねー。いいねー。いやー、ちょっと今のはかわいすぎましたね、これは。ちょっとこれはかわいすぎましたね、これはね。いやー、ごめんなさいね、マイク近いと思います、離れますね。いやー、これ以上リホコと何かしたらちょっとやばい気がする、これ
いやーこれはやばい。ちょっともう行きましょう、行きましょう。あ、疲れた、もだえすぎた。リホコに今日は何を食べようかな、時間も早いし久しぶりにスペシャル争奪戦に参加するからですね。スペシャル争奪戦ってどういうことなんだろうね。あそこにもみくちゃんされてるのって、もみくちゃにされてるってことはもうどさくさに紛れておっぱい揉まれてるだろ。俺なら揉むね。俺なら揉む、うん、こっち焼きそば定食、焼きそば定食、焼きそば定食、なんだそれは。うどんください。中田ちゃん毎日ご飯食べれなさそう。中華スタミナ満腹定食、うわまそう。中華スタミナ満腹定食うまそう。コロッケパンと抹茶デニッシュうまそう。抹茶デニッシュうまそう。こら押すなよ、ちょっと順番でしょ。すみません。あ、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 おお。おい、なんだこのゲームは。リホコだけじゃねえのか、かわいい子は。おい、俺のメンタルが持たないぞ。これ、心臓は持ちません。うん、1日2時間程度が限界です、これやるのが。はぁ、あ。やばいやばい。中田さん、なんて華奢なんだ、やかましいわ。女の子ってこんなに小さくて、こんなに柔らかいのがやかましいわ。おっぱい揉んでろ。でかくない、おっぱい。あ、ちっちゃ。ちっちゃ、え、ちっちゃ、なに、え、ちっちゃ、ち、うるさ、マジで。あ、いやー、バリクソに可愛い、本当にやばい、可愛い。この時間はすごく噛むから、もっと勢いよくいかないと、つってね。いやー、中田ちゃんにそれは無理でしょ。これじゃあ僕が責めているみたいじゃないか。その何を買いたいの？かっこいい主人公。中田ちゃんが喋ってる間に俺喋っちゃ絶対ダメだな、これ。あー、かわいい。サラダサンドと牛乳ってのが可愛いですよね。また気合い入れていくか。なんでここでこの BGM なのと思うね。あんたこそさないでよ、今だ、シュパッ。おばちゃん、サラダサンドと牛乳あとスペシャルねっつって。食おば、それじゃあ日替わりちょうだい。食おば。食おば。なんか妖怪の名前みたいだね。食おば。完全に忍たま乱太郎が出てくるわ。多分おのこしは許さない妖怪なんだろうね。はい、中田さん、ありがとうございます。かわいい。これお金です。体の割に顔でかくない？逆？顔は普通で体が小さすぎるだけ。これどうしようかなって。中田さん一人なの？うわ、自然に女の子とご飯を食べていく。マジかよこいつ、マジかよこいつ。かわいい。あー、養ってあげたい。養えるほど収入ないけど。あそこにしようかな、中田さん。なんかめちゃくちゃ激しい人と付き合ったら壊れちゃいそうだよね。うん、俺は何を言っているんだ？俺は何言ってるんだ？うん、だから俺と付き合うのがまあ普通かな。俺の友達と付き合ったら壊れるかなっていう。俺は何を言ってるんだ、さっきから。中津さんと二人で食事した。中田さんはほとんどうつむいていたけど、ほんの時々優しい笑顔を見せてくれた。うん、年下の女の子って可愛いもんだな。ミヤとは大違いだ。まあね、可愛いよね、マジで。可愛いんですよ、これがまた。